髪の毛を巻いてるんですもう取れてるけど7期生のリーダーマイティなんかいつの間にか7期生のリーダーになってました <laughs> マイちゃん大学受かったえー、おめでとうじゃあお話し会でどこの大学か教えてな <laughs> おめでとうよく頑張った受験こんばんはピース。 マイもいつかバナナしたい「隣のバナナ」コメント読むのにさ私はコメント読む時に近づいちゃうんですけどそれを何回も直そうと思ってもいつももうこれぐらいになっちゃう <laughs> 許してくださいマイティファンの名前覚えてる結構もう覚えてますよ顔わかる人もおる。 ンデレマイティツンデレじゃないしふんふんツンデレじゃないし就活終わったお疲れ様マイティの好きやったこんばんはほら皆さんで合格おめでとうございますお言いましょうお疲れ様ですお言い合いましょう体調大丈夫もう大丈夫あとは あの鼻水がもう治るだけ夢でキスに参りたいなそうなんかね <coughs> 2日前に AKB48 の「明日よろしく」をやったんですけどそうそれがねおその時になんか風磨がコメントでね バージニーって歌ってくださいバッってきてて初見で初見じゃないでしょ <laughs> テスト期間そう前もテスト期間やからちょっとめちゃめちゃ長くはできないんですけどねこんばんはお疲れ様ですお疲れ様です今日はちょっと朝お,お仕事っていうかながあって寝てた 切って聞いてさっきねもばめ私のもばめを取ってくださってる方ならわかるかもしれないんですけどあのそうバッてん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 ってきて何時までやろうかな9時9時半までできるかなちょっとほんまにテスト勉強しんとやばいなパパパパはじめましてもばめ取ったやった 待っててくださいねゆちゃんカメラ目線なんかさコメントとさカメラ反対やからさ <laughs> こうなるほんまにするよする,するしするしするしそうでねそう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 あのこの黒のぞ。 えこうやって出していいんかなロゴあのあの通販サイトのそれを今日はちょっと開けようと思っていいんかなそうぞぞぞぞあかんちょっと一人で開けとこ ダメか。うん,うん。服買った。多分服のブランドとかもじゃあ言ったらあかんかな。そう。うん。ちゃんと注射はがしましたよ。さ、公園見に行った,らダンスった,った。どうしようかた。た、ありがとうございます。密着見たけど七期生守る感が大好きです。七期生守る感？先輩かかな？ マイティのショールームでマイティオタさんと仲良しになりましたありがとうねそう私はなんかファンの方同士仲良く,くなってもらったりしたら嬉しいなと思うブランドは言っても大丈夫んあめっちゃコメント流れてたラッキで一番ダンス上手いのは誰ですかえぇ、ー、なんか分野にもよるどうなんやろえでもやっぱアンジュかなもうね 覚えるのも早いしもう場面ゆっくりできるときにしか返事できないもういつでも成績はね悪い小声悪いんおこんばんはカフェの方ですわ私サイン会で名前間違っ <laughs> サイン会で名前間違っちゃったうん確かごめんなさい う <laughs> うん普通にいろんなブランドの服買っただけ T シャツとじゃーんちょっとチラ見せしとここのよくあるレッスン着のズボンとなんか革のズボンと T シャツ 一応見店にしとこマイティーかわいいやったーえそうなんかアンジービーさんの新作も欲しいなって思ってるずっとうん先週公演見に行きましたあ当たったんですねありがとうございます48タイムズの記事見たあそうそうそうえっとね12月今日からか私とアンジュとフーアの3人があの AKB グループ新聞に 載せさせていただいてるので皆さんチェックしてくださいよ。キレキレジオンあジオンもめっちゃダンスうまい。なんかなんやろ中学生と思われへんこうダンスが大人っぽいっていうかそうかっこいい。お話会で着る服うん違う <laughs>。マイティって名前なんですねマイティですよ。今月からもめとりましたやっ。

視聴者プレゼントですかしりません自分できます握手会がないとなかなかファン同士仲良くないのあ確かに何か握手会会場でこう写真トレードとかもありますもんねアディダスかな普段スカート履かない人いやうん最近はくようになったラインがついてるズボンしか履いてないなんかレッスン着といえばアディダスさん のやつやからちょっと買ってみた、うん、口大きい前月曜日若にゃん初日そう若にゃんが12月7日のフィルビアアイドル公演に初日を迎えますプレゼント送りたいけど確かまだ無理あーなんか今多分コロナのやつで無理なんかな マイティのはどんな感じですモバめ撮ってる方説明してください <laughs> 皆さんに託しますジークジオンジークジオンそうやマイティの持ってる自由なメンズせ方よやったーおそろいしましょう今度こんにちは月曜日あったったでえっとなのかやったーペンライトの色は 拳銃考えなあかんから寝たください。あ、そうだ。そうだ。えっとね。そう。今度あの？あのジャングルレディ？何やったっけ？ジャングルレディーをあれ寝たっけ？あれ、ジャングルを寝たっけ？あれ、忘れてたそう。あのラジオにも出演させていただきますので、14日ライブ見に行きます。おさやさんの卒業コンサートですか？本当に気をつけてきてください。 なんか jk がやってたピース。こんな。こんな。<laughs> 合ってる。アイピがランキングの人の名前書くのパクってたっけ。あ。あれ、最後の。あのランキングの名前いた。守った覚え、守ったっけ。七期生。 明日誕生日なんでモバメだあおめでとうございます,いますこっそり何歳になるか教えてください「レイラ」って名前であだ名つけてください「レイ」「レイ」レイ「レイ」「レイレイティ」<laughs> そのまま「アイティー」いた打った「ティー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 」 密着の時若にゃんのこと泣かしてあ泣かして <laughs> じゃあ慰めてたつもりなんですけど若にゃんが余計泣いちゃったいじられキャラうんなんかいじられキャラって言われるいじられてるんかなマイティですよ土日よりも平日の方が暑いやしいのかなあの確かになんか平日やったらお仕事ある人とかおるから土日の方があれなんですかね うん、ウィルビー公園の最初の衣装はそれぞれの特徴に合ってて素敵よねそうなんですなんかあのあかりさんが一人一人決めてくださったんですけど私も最初ねあの膝下ぐらいのスカートやったんですけどなんかあかりさんがやっぱり「あのスカートよりズボンの方が似合うっっっててて言くださってガチ恋メールです」やって。 モバメ撮ってないです聞こえてるぞおーいい <laughs> でもね毎月三三百円ぐらいかかるからねお金は大事に使ってください <laughs> こんばんはモバメ面白いやって皆さんおー袖が面白いやってモバメ普通の女の子 <laughs>

あげパ,パリピってやつこれが「マイ」って言う嫌いマイも嫌いフん <laughs> 嫌い嫌い <laughs> そうあお話し会まであと1週間シャワーえ十 <laughs> 来週お話し会ですよ皆さん ちなみにね12日の服はまだ前決めてない何着を12日はね私服は初めましてやからなんか初めましてでいきなりコスプレして終わるかなと思って <laughs> そうだから最初はちょっとあの私服にしようかなって思ってるさあ女の聖書に集合しないでマイティ前に出て守ってるに見あっんか なんであれ前自分でも何年前出たか分からへんけど <laughs> そう多分こう話をこう聞きに行くようにいったんかもしれへんもしかしたらみんななんツーショット撮ってくださいあほんまやなまた結構今はねあのメンバーと写真撮る時もやっぱりこうあんまりもうメンバーともなんかあんまり近づ,近づかん方がいいっていうかね距離取った方がいいから。 アイピースッキきアイピースッキやで出遅れましたこんばんはこんばんはこんばんはお試しは取ってたよ最初はねえ1か月間無料みたいなのありましたね色は危ねガチ恋メールうちには来てないけどメールあれメール取ってくれてなかったでしたっけ みんな名前のあとになんちゃらティーつけてそうもう皆さんあのあのねティーつけていただいてかわいいやったみおんちゃんそうなんですあのななほさんとみおんさんと一緒に出演させていただきますうんモバメをファンのすすすすせすせすせ を知ろうとすることが多いそう結構やっぱりなんかね私あのもう情報どんどん閻魔帳に書いてるんでそう何々が好きとかどこに住んでるとか書いちゃってるからねうん。<laughs> マイティメールはコスパと愛情がメンバーの中で一番ですやっ,やってやってやって 嬉しい <laughs> 体操服でお話会 <laughs> ありやなそれも喋りたかったお仕事かぶってたやな確かジークジオンなんか結構ジークジオンジークジオンって言ってるかもえだジークジオンって何なんですかなんか言ってたけどなん <laughs> なんやろ <laughs> ジークジオン 話から緊張しますか緊張するけど楽しみの方が強いなうんこんばんはとりあえず私服ってゴルフウェアやろ持ってないゴルフウェア買おうかな今から見るねこんばんはあっ素性なんや 通常アイティーレイティ,ミティーミルクティーはかわいい三拍子ミルクティー前紅茶飲まれへんガチガチ恋ってなんかよく分からへん,どんお前どんなめろくってやろ普通のうんなんか,とれ、うん、なんかどんなめるなよ。やろ いや漢字でも漢検三級持ってるもん三三級なんか、ね、そう杏樹が漢検5級持ってるって言ってめっちゃ自慢してきたんですけど5級は5級って自慢 <laughs> 5級はね多分まあ三級持ってますよ三三は自慢していい三級。サンキュー 頭のい,いイメージだったわ過去形になったまい <laughs> ちゃん人の前に立つお仕事始めて何か変わったことあるえもうなんか人生まず変わりましたよねなんかね最初ほんまになんかもう一般人っていうか何もしてなかったから何もしてたか普通の高校生やったからガンダムなんや後で調べよう。 機動戦士ガンダムガンダムジオン軍っていうガンダムの敵のジオンお難しい難しいジオンしか勝たんのジオンって名前すごいよな神に音って書いてジオンえ,えサえキュ級ってすごくないの 嘘やめっちゃなんか友達に自慢してたわ2級以上じゃないと自慢しないでえ知ってた海豚クラゲクラゲだろクラゲなんかなんか見たことあるあそう「燃え上がれ」のやつや マイティーしか勝たん勝たんパパガンダムパパガンダム世代なんかなまた聞いてみようえ、うん、えこのふグあいるかえどっち <laughs> じゃなんか皆さん難しい漢字を送ってきてください結構漢字得意の方やってんけどな「グラコロ食べてない食べたい平山って美少女多いのねあそうなんですかやったクラゲはあそうそう,そうクラゲは月や惜しい惜しい」 待待 <laughs> っってて、しょっぱだから難しいのきた魚に手でクジラバラ、えー、トカゲえもうなんか難しい時 <laughs> もう読まれへんうんとね鱗鱗、こえっ、ー、と花店でしょそうアンジュなんか放出みたいな <laughs> そう駅名は結構言えるかも放出えっとね クラゲ、ドド、うつうつ。いるか。サバえ。海、海豚がいるか。川豚がふぐ。むずいわ。むずいよ。あ、レモンはね、読めるね。あの。

うぐいっす。えっと、中もず、中もず。<laughs> きれうり、き、きれういわい、きれういわい、あれ、きれうりわり。まんじ。で、歌、足歌。あ、人出ないや。風邪ですか、物を折りかけです、大丈夫です、あの、本当に。ただ単に、薄着で寝落ちして。 喉を痛めたっていうめちゃめちゃどんくさいことをしました皆さん賢いですねもしかしてあれモズえこの「13」で何て読むんでしたっけあ秋」読めるけど書けない。 何か,か読める何か雰囲気で読めるけどあ十そうなんやほぼ十三やなじゃあ平山舞読めた <laughs> なんかないかな難しいのな,ないわ やっと配信来れたやっはじめまして漢字七期の最初名前七期誰かもあっ美咲とかも最初生まれへんかった心二2作で美咲とかあとは誰か難しい頃かなあジオンとかもやっぱ難しいし小ル 誰おったっけわかなん若菜湯菜杏樹愛花重曹え行ったことないな重曹木更きさらずむかであむかで尼崎バラかけ,かけんかけんかけん あ、とね、四条縄って確かねえ美咲の感じ全然分からへんかった最初うわっミラーボールやとギフトの味方みのりさんありがとうございますそうギフトの味方を最近覚えたあれあったうーん 難しい。お邪魔しました。ありがとうございました。くも <laughs>。え、なんか、あの。中華料理って、めっちゃ難しくないですか。あの。ホイコーロとか、ホイコーロは好きやから、わかるんですけど、あのなんか。三。なんちゃら麺みたいな。なんか、三算数みたいなの、なかったでしたっけ。 ミラーボール来たら踊らな。隣のバナナは硬すぎる。ててててててて。天津飯、チンジャオロース、ワンタン麺、あ、バンバンジー、あ、そうそうそう、それ見た方、あ、来た来た、ミラーボール。隣の。<laughs> <laughs> ありがとうございます。あ、ミラーボールまた来た。あ。 ちょっとこれ一生踊るだ <laughs> 一生踊る配信になるかも「隣のバナナは片す」ラオウさんちオちゃんさんありがとうございますミラーボールあすえサンサンラータンなんやそれ食べたことないえなんかサンサンスみたいないやコーテルは あれでしょ餃子,餃子餃子餃子えじゃあえっと何やったっけあテンプルえっとねあの何やったっけ問題出そうと思った私あの NMB に入る前あのスーパーで品出しのアルバイトをしてたんですけどその時にこうなんか お客さんに場所を聞かれてわからないやつがあってそっからテンプルーじゃないな中華料理のあのなんかあの魚介の魚介のたレみたいななんやろ何やったっけわかりません魚介のオイスターソースじゃなくてなんかパピプペポのなんかがつく何やったっけ 小籠包好きじゃねオイスターソースじゃなくてあのシャンタンじゃなくてナンプラーそうそうナンプラーってそうそうそうナンプラーナンプラーそうナンプラーを言いたかっただっけ <laughs> ありがとうございます皆さんそうそうナンプラー なんやろうって思っててずっとそしたね今の時代なんかもう売ったら勝手に変換してくれるからえナンプラーって中華料理じゃないんですか中華中華系じゃなくてそうナンプラーが痛かっただけごめんなさいウェーパーあウェーパーって言うナーホーを通します そうめんいいもう出て中華料理の店員さんですよね <laughs> あところで分からへんクジラクジラベトナムなんやでもねあの何やっけあのなんか最近韓国料理とか流行ってるじゃないですか私チーズタッカルビっていうのがめっちゃ好きなんです最近 隣のバナナは」たまにやりたくなっちゃうからごめんなさい <laughs> そう発作的にやりたくなっちゃうんですバナナ合ってるかな振りこんなやったっけあれかわいいな衣装いやアンジュはねパンチ強すあ来た来た隣の バナナは <laughs> ありがとうございます誰だ誰だみのりさんありがとうございます二回目だバナナって感じあるんですかチーズキンパ一緒に食べに行きたいチーズキンパ食べたことない泣きせであなたが一押しです ありがとうございます。ポサムってなんや。マイティとアンジェル隣のマナのやろ似合うかな。あそうなんかねあの何っけあそうあのウィルビアイドル公演でも待ってました新学期メドレーで待ってました新学期をやらせていただいてるんですけどなんか <laughs>。 あのダンスの先生になんかアンジュと前が待ってました新学期やったらなんか「熟してる」って言われて,なんかした待って「熟した待ってました新学期」って言われてもう2人で「どういうこと?」ってなってそうなんかだって結構可愛い可愛いかわいい元気なやつじゃないですか。やのになんか「熟した待ってました新学期」って言われて。 もう二人で頑張って離脱するありがとう来てくれてマイティーあ守っているその皮が硬すぎるねえねえあれしてこれして売れてよく」名前あの声低いからね多分バナナ歌われへん。 韓国料理知らんのか結構知っうーん何やろなんか定番のやつは知ってるかもあ隣のバナナはああ青すぎる秘密がない友達は終わっちゃったありがとうございますミラボールラオウさんありがとうございます <laughs> そう 熟してだから結構ね二人で頑張ってあの研究しましたど,どの角度が可愛いかとかとりあえず無邪気に頑張ってますよほんなもう新学期終わっちゃってますよねまんじゅうかなそうなんかね自分の中ではめっちゃ飛んで元気にやつつもりなんですけどなんか熟してたらしいおたげじゃなくおいこ,こんなんじゃなかったっけ そうジオン様に教えてもらいますエンドロールそうあのエンドロール一回めちゃめちゃ間違えちゃった日があってもうその日の DMM 配信は見れてません私もう恥ずかしくて見られへんもう <laughs> そう映ってるかもわからへんけど もう定点で見たらもうすごいことになってたうん大好きありがとうレモンレモンビーアイドルユニットシャッフルしてほしいなあー確かに面白そうそう酔っ払になった日そう <laughs> もうあれはもう いやだほ星がえっもうね指折りあのこの指折りのところはもう全力でやってますぜひ見てくださいもう髪の毛とか気にならんくらい頑張ってますようどんレモン読めえ分からへん わっんか間違えた間違えたやばいやばいやばい危ない危ない通報しそうになった <laughs> ねえエンドロール難しい確かにいまだにずっと苦戦してる <laughs> 皆さん「ウィルビーアイドル」公演で一番好きな曲なんですか 公園で見ると、いつの間にかマイティずっと見てしまうから危険。いいじゃないですか。こんばんは。通報 <laughs> 間違えちゃう。そう、コメント、こうスライドっていうかな。スライドしてたらね。こう間違えて、こう通報しそうになっちゃうんです。ごめんなさい。 そう「らしくない」は私たち七期生だけでじゃあ一曲こう好きな曲っていうか選んでいいよってなってみんなで話して決めたのが「らしくない」なんですはいほんとあの衣装いつか着てみたい「カタルシス」なんかね「カタルシス」のなんかアンジュがもうね 一番最初に振り入れした時ぐらいから、うん、ずっとアンジュうまいなと思っててそう一回もう客席から見てみたいアンジュのあの何だっけあれエ,エンドロールじゃないカトルシスめっちゃターンとかも綺麗やし「高値高値のリンゴ」もほんまに難しいあれもうなんか最近なんやろちゃんと踊れ,踊れるようになったっていうかうん難しい早いし とは、喋り達者？喋り達者っていいいいことかな？<laughs> 褒めてますか？アンジュタン綺麗すぎる。確かにほんまに綺麗アンジュタン。なんからねユナもバレエ習っててアンジュも確か身体スワやってたからめっちゃ綺麗なんです。目が痛い。 でままもう見てほしいぜひ見てください当たるかないちゃん大学の面接終わったえお疲れ様ですお疲れお疲れワンんワンバンコワンワンえそのかね そう、ダンスの先生に私「チューズ・ミー」の曲の、あのー、表情をね結構褒められるんですそれ皆さんちょっと見てください「バイクの信号待ちでらしくない?」踊ってたら白い目で見られた当たり前や <laughs> なんで踊ろうとしたんわっ来た わさんが来ました <coughs> バージニティの子来たって <laughs> そう昨日ふわカラオケ配信しててちょっとあの夜ご飯の時間やったから最初の「悪気」しか聞かれへんかったけどふわの「声すきよ」は「しゃべり上手やった!」 モバメってどういうシステムですかえっとね簡単に言うとメールがきます前からメールがきます <laughs> 公演なかなか当たらん確かに確かにって応募しないけども <laughs> なんかありがたいことに多分たくさんの方がね応募してくださってるんやと思います テスト勉強やばいよまいちゃんもカラオケ配信してほしいあでもなんかしてみたいなって思ったけどなんかそんな歌得意とかじゃないけどな <coughs> べく低めの曲でお願いします <laughs> 高い声がなんかどうやったら高い声出るんやろうなんか元か元ら地声が あのなんていうん低いからおばめの返信ってどれぐらい届くなんかすぐ見れる時もあればちょっとなんか2日後ぐらいにちょっと時差で来る時もあるあと何科目まだ始まってないんですテスト県外やかなかなか応募しにくいな。 確かに本当に今のご時世皆さん気付けてくださいたまにモバメの中に届いたあなんかモバメ何やろ朝送っても夜届いたりする時が多いらしくてだからもう夜の12時ぐらいに「おはよう」って来るから <laughs> 本当に夢に色が <laughs> ああつけんでいいねカタカナのあ <laughs> 夢に色がおばめの変身してるよ見てるよ <laughs> 遠,遠方枠応募生え遠方枠って大阪以外から応募できるってことですかなんやろ 関西関西以外どっからが遠方に入るんやろブログのコメント初めて見たあ見た覚えてるーマイティのファンの名前そうもうそれをねずっとねあのメモとかに書いて考えてたんですけど優勝負なんか全然決まらへんあっじゃあ今から。 マイのファンの方の名前決めましょう。皆さんで。もう今日決定しましょうじゃ。マイティ。前ねひ。平山山脈ってきた。ファンの方。の名前ヒマラヤ山脈じゃなくて、平山山脈ってきた。 関西地方以外なんかなるほど返信届くよー何やったっけなあの携帯のメモにしたからじゃあ皆さんなんか案ください案の方まいてはじ ミルキーとココちゃんとモモ内とスーちゃんの推しのアンケですありがとうございます来てくださってマイティーあなんかマイ,マイチームみたいななんかいっぱい来たマイマイ,マイティームマイティーなんかティーつけたいなマイマイティームいいな マイティーマ。うわ。ひ、ひま。<laughs> 平山山脈いいの。テ <laughs> ィ。マ <coughs> イ。マ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 イ。My My t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  うんマイティマイティティーンティームマイマイティームマイマイティーム可愛いマイティあマイティームの マイはまいのまいと自分のまいあマまいあ分わかったわかった英語で書くとこういうまいとまいみたいなまいとまいみたいな感じじゃなくてそういうことかな バージニ言わすな言わすな <laughs> マイティームうんひらがながいいな,なんかひらがなの方がかわいいんか英語っとめっちゃかっこいいな <laughs> ティうん TT 兄弟じゃなくて TT 姉妹じゃ誰か誰姉妹に任命しようかな誰かマイと TT 姉妹行っんでください マイファミティーヒラティマイマイティマイマイチーム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 マイティームチームチーム なんか汚れてる。うん。リカティ、じゃ、その、恐れ多いですよ、そんなん、そんな。ふ、ふわにしとっこうかな、じゃ。ん <laughs> リカティさん、もうばめ返信届くよティ。ティ、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 ティ。ティ マイチーム他なんかあるうんこんばんはチームを竜著に発音すると「ティーム」になる「チーム」「ティーム」 じゃマイティームにしようマイティームにしよう、うん、決まったマイマイティームムって可愛いなムってマイティームム パパチ,パチーわっ星映ってる <laughs> いいマイティーまでパチ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 そうすると「888」何言ってんやろうと思ったら「パチパチ」って意味ねんな最近知りましたこれも。 えそう結構ね即決しちゃうタイプなんですよなんかね服屋さんとかでもあのー、何やっけなんか服迷ったりしてもなんかよし買っちゃおうみたいな結構すぐレジに直行しちゃうタイプ食べ物決めるのはちょっと遅い <laughs> そう服は早いかな食べ物はなんかやっぱり大事やから。 めっちゃ決めちゃうゆなゆななのとこで今マっていうのなんて話してる褒めてるマイのこと <laughs> 令和おじさんみたいに <laughs> いいよ消しちゃったマっていう間違えてマイ うん<む> <laughs> それではえあ発表どんな感じやったっけ新新年号あ縦書きやそやそや平山官房長官ですよちょっと待ってなそやそやそやや縦書きやうまい 平山官房長かそれでは発表いたしますでちょっとあの見せる前にチラ見えするやつ <laughs> ちょっとチラ見えしてましたよねあれ <laughs> 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 そうなんかあの見せる前にちょっとチラって見えてたやつ <laughs> 新しい私の。 ファンファンネーム名はマイティームに決定いたしました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。どうぽい。<laughs> そうチラチチラみ,みこうえどんなやったっけこっちかななんかあこのこっから上げるときにちょっとチラって見えて貼った。 ね、その総理大臣になられまして、なられまして <laughs>、なられて、なられてますね。パチパチパチ、ありがとうございます。ありがとうございます。皆さん。次 <laughs> 期首相。なっちゃう?。やばいよ。記念すべき瞬間に、皆さん立ち会っていただいて。 ありがとうございます歴史的瞬間ですよ今の <laughs> イエーイなんかこうだるまってだるまもいっぱいあるだるまはなんかちょっと後でギフト見なさあっ隣のバナナは あ、多すぎる。ありがとうございます。<laughs> ありがとうございます。え。えっと、西さん、ありがとうございます。覚えるよ。小島キャプテン vs。ましたや,めや,めやめ、やめ、やめ。やめ。やめなさい。こら、こら。 次ちょっと待ってます新学期あの見てください定点カメラで私頑張るのでもうそうなんかやる時になんか3歳ぐらいになりきるみたいなでアドバイスもらってもうなりきりましたお疲れ様ですお疲れ様です読読めるよ読めるるよよ 夢でフフフフフフフのマイが「夢でキスミー」が夢でキスミーをいつかやる日が来る時はあの3トーンぐらいあの音程下げてもらって <laughs> えし,ゅえしゅシュえしゅしゅそソえしシュソじゃないのシュショ やば、首相で首相ですね。ごめんなさい。嘘やん。え？ほんまに？えでも首相首相 <laughs> まあ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 、まあ、え嘘やば自分やばいな。ちょっと漢字勉強しますね。ちょっと聞かなかったことにしてください皆さん。テイクツもう一回聞いてください。 18年間何をちゃんと勉強してきたよ <laughs> 他の大臣はそうって思うものねどういうことどういうことやえっとそれはですね首相って読みます首相,首相ですよね ナチュラルに噛んでると思ってた <laughs> やばいなんかアンジュのショールーム見て笑ってたのに自分全然笑われへんやんちょっと <laughs> テイクツありがとうございます全然そのやらせとかじゃないですよ今の <laughs> 今何時 ?9 時22分えもう1時間 1>, 1時間前だびっくりまとめられるそんなやばいあ師匠師匠だと思っていました勉強になります菅総理菅総理それは手相 <laughs> それさ、ありがとうございます時間そうちょっとテスト勉強しんといけへんからじゃあそろそろ終わろうかな先輩んかあのリハーサルとか公演とかでちょっとショールームできる時間が少なくなるかもしれないテスト終わったらマイティ検定しよう まとめなくていいい <laughs> まとめないでください。醤油勉強頑張ります。ありがとうございます。頑張るよ。うん、誰か数学を教えてください前に。な作業弱そうバレた。差しすせそう。 差しせそ言われ月曜日当たったからお当たったやったうっすらとしたおバカはやばいいやなんかおバカのつもりなかったけどみんなでまとめてやろうぜやめろやめろ集団いじめやそれ <laughs> やめろやめろえー えなんかねもばめとか見てたら結構なんか塾の先生やってたみたいな方多いのであのお待ちしておりますあのお話し会の時教えてください <laughs> 料理の作業わかるよ砂糖塩刺し酢お酢せ味噌しょあちゃうちゃう。 砂糖、塩、お酢。醤油、味噌。やったっけ。本当に、皆さん、月曜日もぜひ見てください。背脂。背脂。醤油。あ、しょう、え、あれ。<laughs> え、でも、なんか。

古典古典的な感じあ分かった分かったあーもう皆さん優しいありがとうございます <Say you. S 1> あ味噌はなんか合わへんからみんやけどそうそうみたいななるほどねわーいいですねショールーム 賢くなれる。背脂は引っ掛け。はずるいな背脂。そう、まずはこのね、さしすせそ。分からん限り。なきあの。料理配信なんかでき。<laughs> <coughs> ブログ返信したいけど勇気出ませんあいつもしてくれてるくない違うかなブログ読み逃げしてますここがコメント待ってますよショールームで仕方ないえ思って前もなんか勉強配信みたいなしようかなと思ってただ前が勉強してるところを皆さんに見守ってもらうっていう どうお前がいらんことしやんようにこう皆さんにこう見守っといてもらうどうどうコメントは何も読まれへんけど <laughs> オンライン家庭教師楽しそう <laughs> そ,うそばからんとこがあったら皆さんに聞くっていうそう絶対コメント読んでな結局あの進まへんやつやでも楽しそうそう今日もほんま30分ぐらいにしようかなと思ってたのに結局1時間しちゃったな絶対集中できひんわあかんわボツやボツ なんかショールームで何個か企画とか考えてもなんかあやっぱあかんなと思ってボツになっちゃうマイティームの話ブログに書いてねあほんまブログに書こうほなほなほなそろそろコメントを読ませコメントちゃん間違えたランキングを読ませてもらうでほなほなじゃあじゃあほなほな じゃあ十三位から十三位ソラさんありがとうございます。十二位カドさんありがとうございます。十一位みナりさんありがとうございます。しそしてそし十番富士さんありがとうございます。九番鈴ひろさんありがとうございます。八番修造さんありがとうございます。七番西さんありがとうございます。合ってる？<laughs> びっくりマークとハテナニッシーさんそして六番カツラさんありがとうございます。五番サンタフェフォーティエイトさんありがとうございます。で四番カスノッチさんありがとうございます。そして三位ラオウさん七期しか勝たんラオウさん七期え公演なんか七期しか勝たんのカンペみたいな三位ラ おうさうんキラ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 ああ汚くなっちゃった開け直しはい三位ラオウさんありがとうございますイエーイそしてそして二位あきらら GT さん ありがとうございます。二位があきらら GT さんありがとうございます。うん。そしてそして一位が千代ち,ちゃんいつもありがとう。千代ちゃん千代ちゃん。ち チヨちゃんょちょっと待ってなちょっと待ってなはいチーチヨちゃんありがとうございますいあ、コメント変わったコメントじゃあわランキング変わったあ変わったかな あきら先生 <laughs> ね七7期しか勝たんっていうスケッチブックを覚えてるこんばんは初見ですえなんかもうおっちゃうのにありがとうございますブログ返信な知ってるやんな見てますよいつもあさあ今日も日にちのつくしょしよう IP ホワイトボードにえなんかめっちゃ可愛くデコレーションしてたよな なんかしよっかなあっそう今日な100均でトナカイのカチューシャを買ったんですだからトナカイ配信しますね <laughs> トナカイ配信する赤い花つけな今日は12月の 5! 細かいとこ。ちょっと待ってな。少々お待ちよ。可愛い,い。はいじゃあ今日のスクショ。 熊熊かわいいトナカトナカイ愛なんかちょっと茶色の服着てトナカイになろうなんかね12月の2十日の話し会はサンタさんになろうと思っててそうから あのコスプレじゃないけどなんかトナカ配信しよう <laughs> もう一回うん。 ミュウ、ミュウとジオンの。ブイが好き。ブイ。ティティティ。マイティ、こんばんは。クマ。ウインクください。どう。うまくなった。そ <laughs> れ <coughs> な、デコレーションしよう。なんか。うん。 このホワイトボードちっちゃいかな <coughs> なんか一回り大きいのと迷ったんですけどなんかこっちにしたえウインクうまくなった下手くそまだじゃあ練習しますウインクもやった 7日のウェルビーアイドル公演はちょっとなんかリンクしてみようかな <coughs> よしじゃあそろそろランキング読みましたよね私読んだよな読んだなじゃあそろそろテスト勉強は いやーしたくないしたくないいやーしたくないしますおとなしくしますありがとうございました楽しいお時間を現実逃避そう現実逃避 <laughs> ほんまに 卒業しましょうね卒業しますちゃんと卒業しますありがとうございました一時間ぐらいしちゃったおやすみなさい皆さんじゃあブログにマイティームのこと書きますねしますよ勉強ありがとうございますしますね バイバイありがとう切りますねありがとうバイバイ